どうも、小樽のジョージです。今回は俳優の高橋一生さんの生い立ちと学生時代の話をまとめてみました。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは張り切ってまいりましょう。高橋さんは1980年12月9日東京都に生まれました。身長は175、血液型は O 型です。男5人兄弟の長男ですが、母親が3度離婚しているため、4人の弟とは父が異なります。ちなみに、三男の阿部優馬さんは、ネバーヤングビーチというバンドのボーカル兼ギターを務めています。高橋さんが5歳の時、実の父親が亡くなりました。母親が働いていたため、幼少期は祖母に面倒を見てもらっていました。小学校は、港区立西南小学校です。少子化の影響もあり、全校生徒は50人ほどしかいませんでした。しかし、学校の所在地から同級生が赤坂御所の関係者だったため、東御所のある赤坂御所の敷地内を顔パスで通れたらしいです。そんな高橋さんは小学校時代に俳優の村上純さんと遭遇しています。近所の小学校でかっこいいお兄さんにバスケのスリーポイントシュートを教えてもらったことがあります。そのかっこいいお兄さんが俳優の村上純さんだったのです。高橋さんの芸能活動のきっかけは祖母です。幼少期にふさぎがちだった高橋さんを心配して祖母が児童劇団に入団させました。児童劇団の発表会で祖母が泣いて喜んでるのを見て高橋さんは俳優を続ける決心をしました。そして9歳の時に映画星をつなぐもので子役デビューを飾ります。その後はニューヨーク恋物語や恐竜戦隊ジューレンジャーにも出演しています。中学校は港区立青山中学校でバスケットボール部に所属していました。また同級生とバンドを組んでおり、ボーカルとギターを担当していました。中学時代も芸能の仕事には恵まれませんでしたが、スタジオジブリの宮崎駿監督作品耳をすませばでヒロインの相手役天沢聖司の声優に抜擢されています。声変わり前のあどけない声ですが、ファンの中では好評のようです。また思い出ポロポロにも声優として抜擢されており、当時からその低音ボイスは注目を集めていました。高校は芸能人御用達堀越高校です。同級生には岡田准一さんや新山千春さん、野波真帆さんがいました。高校1年の頃、岡田さんとは全く会話をしたことがありませんでした。高橋さんは当時のことをお互いにいけすかないと思っていたと語っています。しかし一緒にテスト勉強をしたことをきっかけに二人は急激に仲良くなります。屋上で語ったり一緒に曲を作ったりしていました。高校では毎日一緒に過ごし、高橋さんの家に岡田さんが泊まることもしょっちゅうで、半同棲生活を送っていました。売れっ子だった岡田さんがファンに囲まれると先に帰ってるからと家で待っていたそうです。あまりの仲良しから二人が付き合っているんじゃないかと噂が流れたこともあったそうです。ちなみに高橋さんと岡田さんは高校時代に何度もキスをしていたそうです。会見で出演者が岡田さんの方にキスをする流れになった際、高橋さんだけ岡田さんの口にキスをしています。また学生時代は離れた弟のおむつを変えたり、哺乳瓶の温度を確認したり、弟の面倒を見ていました。弟が大きくなった後も家計簿をつけたり、家では頼れるお兄ちゃんでした。話は飛んで、高橋さんが20代半ばの時、金銭問題が原因で母親と絶縁状態になっています。しかし弟から母親が癌で長くないことを知らされ、10年ぶりの再会をし母親とは和解しています。その際、高橋さんは病床の母親にこんな言葉をかけました。弟たちのことは自分が責任を持つから安心して。その後母親は53歳の若さで亡くなりました。
いかがでしたか？以上が高橋一生さんのエピソードになります。これからも高橋一生さんの活躍から目が離せません。ではまたお会いしましょう。コメント欄では皆さんのリクエストを受け付けております。ご視聴ありがとうございました。